遅いわ、12秒の遅刻よ。だからといってあなたを責めるつもりはないわ。寛大な心の私に感謝する。遅刻したのに逆ギレかしら。急に呼び出してごめんね。でもこれには準備。そんなに焦らなくてもだ。もしあなたの方にあるな、私があなたを呼んだ。もったいぶってないわ。心の整理がいつも沈着冷静な。さすがうち意外ね。対人スキルが極度に低い。ちょっと私があなたに相談をするな。はあ、私赤ちゃん。ええ、冗談と言えば満足かし。そうよね。こんな面倒な話にはうちでポテチを頬張りながら、私たちみんな認めたくないけど。その顔。あ、なら教えてあげる。何よ。
ねえ、あなたが死ぬほど気にしてる。いいから黙って聞き、いないわ。言った通りよ。はじめは想像にしても、ちなみに、医者に、行くぞ。次は食らえ。こんなもんか。これはきっと、その点、何よこれ。それもあなたと、あなたの仕業ね。これじゃまるで凌辱された上に蹂躙さなる。これはこれはようこそ。ま、最近のフィギュアって時代に取り残された。あたいはマナ。一度聞いたら二度と忘れない。おい、お主らも名乗ら。なんでフィギュアに名乗らなければならん。そのフィギュアとは何じゃ。フィギュアはね、おっとね。でもさすがにここまで、どうやらあなたはオタク向け。え、お主の名前。私の名前はコナ。さてはお主だ。そして少年、見た目と怪しさはかん、もっと言うとあなた、な、な、でも、マナ、そうじゃなる、彼ら、見ろ、そのようだな。どうして二人いる。まれびとが二人。イケメンですね。これは失礼。私の名前は、ここはお主の、これまでと、まあ、ええ、この辺りは、待ってください。グランバに、ぜひとも。何よ。これが私たちの、グランバニア王国の。それよりも王様に会え。ええ、もう前方をご覧ください。国王、よく来てくれた。二人とも突然、まずは私。それより私。わかった。この世界は今、だから君たちに。単刀直入に申し。そうだな。ではこの世界について説明しよう。まず我々の世界では、君たちの世界を空では科学。それに対し、すでに話したが、そしてここからが、でもそうは、この世界にまれびと。これでやっと、その通り、この世界では10年力を失った君たちの世界、まれびとには、君たちにもぜひこの世界の命運、つまりこの世界を救わない。さすが乙女座の巫女。レオーネ、レオ、お呼びでしょうか。彼女を医務室に。彼女なら大丈夫よ。この刻印。ああ、君も
少し安彼女は宮廷医師だ。よろしく。そなたにこのさあ行きましょう。さて使命さえ果たせば、またそうすれば二人揃って、まあ急に言われても君たちは紛れも体に浮かび上がったその刻、それがまれびとの証、まれびとに選ばれたもの。君、服を脱いで。女性にこんなことを何度も。いい子ね、一人で。思ったらこれなら私たちの世界は、パンツは脱がなくてもいいわよ。あら、今ちょっとだ。自分の体をよく見て。君の体には今回力を失った12個すべての、これがどういうこと、聖樹で吸収できなくなる。もしそれが迷宮から溢れだから、君たちと引き受けてくれるのね。迷宮から力を、それがまれびとの使命。でも迷宮の中には、ええ、あなたがお楽しみの邪魔を面白い、ちっとも面白くない。でもそれ以外、それに、ま、他の使命、それは後でゆっくり。わかったわ。彼女の言う通り。そして汚れ髪を、汚れ髪はね、迷宮の祭司として、汚れ、残念だけどそれをこの世界の民に倒すどころか、違うわ君。それに君、この使命をさ。おいレオ、お主の寝床がよ、これでいつでも。マナ、少しは。じゃあミコタ、こんな美女が、使命を全うするまでの間、必要なものは揃って、真昼には別の主だ。そっくり。彼女とは会いたいとき。じゃあまだ、あとは君も準備ができれば、宿屋でできる。じゃあ、一人きりになったか。では、浄化。レオは学園でお主を、お主も学園。わかった。まず我々の世界、空では、それに対し星の力とは、この世界には、そして民は、わかった。まず我々の世界では、空では、それに対し星の、この世界、そして魔法、わかった。この世界で汚れとはね、人の交わり、汚れはそのまま、そうなれば。でもだから我々、その場所が星屑の迷宮は、それ以来とはいえ、そのうちに迷宮、そうならない。わかった。星屑の迷宮の一番奥、聖樹は十、そのせだから聖樹、しかし聖樹は、そしてつまり百に、その星の巡りのメカニズム、この世界を巡る星神が、そして聖樹が力、その星座月に生まれた、この状態が続けば、そうなれば。でもこの世界にまれびと、聖樹、そうか、
待ってたわ。おお、彼女たちが十二星座神の確認のため宇宙の、私もそのあなたも挨拶して、君は会うなり幻滅ね。みんな集まる、私はもういいわ。じゃあみんな、アリータの教会で神、僕タルアって普段は配達占い屋の、あ、ちなみに、つまり、まあなてめ、また敵、裏の人格、何かしらの、まあ細かい。じゃあ次、てかよ、無理して名前覚えなくて。私は、私が巫女になったイスマレビト様も、それに私とい、はいはい、手短にって言って、天秤座の巫女、私はスー、動物のス、私はファルン、突然ヤギ座の、本当は旅人、よろしくね、パン屋のコレットです、水亀座の巫女、鬼手軽として、それが12100でも3ヶ月、私たちは10年12だからとして3ヶ月、そして彼女と自分の巫女にある人、誰も自分でももうこうしてる、マレビト、それも10、いいえ、どうやらこの巣、今回のようにマレビト、ちょこ本来、そしてでも今回、そこ今回はそんな相変わらず、そしてなら私でもやらな、さすがあなた、ええ、うん、いえ、つまりそう、あなたはすぐ、お願い、十二星座、巫女として個人差は、じゃあ私、そこでほ、だからあなたって、でも念のためこう見えても妊娠、それでさすがマリビ、その調子、私は後で作る、少し使う、じゃあ大事な、来たわね、この使命、私は、でもそれ、それがいくらだから、残念、そのか、え、失礼、ニコと十二たまらしな、ふふ、今赤でもスマイル、まれびと星の子、君はやっぱあなた子供で、みんな安心、星の子、あなたが星の子、まれびと、それにだから悪いなら実際さ、私がちょっと待って、レオニー氏みんなの大丈夫マナー、だって私の言う、まひる、でもみんなも、お主も、お主少女っていうか、これはマナ、なんでそれ、ニコタ使命、どうもそれ時に男らしく、でもこのグヒ、実は君もなる、それにつ、その前に聞いてくる、よし、パーティー、これでこの国でも、このまま君が、おはい、これはこぎ、お主これだけ、それどうじ、まあ勝負、こぎってお金なんて、おっとごめんよ、なんじゃあダメに、それよりモンスターに、内臓よ、あの時どうする、そうなの
おなこ、あたいはひとひど、これはあたよくないわ。でものんびり、あまりもたもたしている。しばらくの間そのくらいのか。まさかでは、あ、頼む。さあ、分かった。では、ま、また会おう。